こんにちは、あやです。今回はずっとやりたかったリンサークリーナー紹介します。リンサークリーナーって何ですか？リンサークリーナーとはですね、水で洗うっていう感じかな。おお、何を？シートとかカーペットとか、あとぬいぐるみとか。ああ、なんかよく見るね、なんか広告とかで。そうそうそう、ソファーをやってるでしょ、うんうん、そういうのをね、やってみたくって。特に車のシートって丸洗いとかできないじゃん。できない。でクリーニングに出すとかもできないと思うので、手軽にね、自分で、ね、洗えたらいいんじゃないかなと思いまして、こちら紹介していきたいと思います。はい。今実は私もやりたくってやりたくてしょうがなかったね、これね。ずーっと言っとったよね。そうで、コペンがね、見てもらうと分かるみたいに革シートじゃなくってファブリックなので、うん、これもやりたい。あと車といったら一番汚れる場所ってシートもそうなんだけど、やっぱフロアマットだよね。まあここは汚れとるよね、大概。まあ、の車じゃなければ汚れる場所だと思うので、はい、今回はですね、このコペンを使ってこのシートとフロアマットをやっていきたいと思います。はい。じゃあまずは開封。はい、じゃあ開けていきます。こちらですね、はい、ハイヤールのヤダエ加熱式リンサークリーナーになります。はい、こんな感じだね。おで、なんとこれはですね、口が3つついてます。ほんとだ。それぞれ用途に合わせて変える感じやな。ね、ほら、おブラシ付きでこっから汚れを取るのかな、うんうんうん、で、これが、うん、あ、意外と軽い。あ、案外ちっちゃい。しかも、思ってたより全然軽かった。ほんと、これはいいね。じゃん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 。あ、かっこいい。あ、いいね。かっこよくない？かっこいい、かっこいい。あ、しかもちゃんと日本語表記でわかりやすいね。そうだね。それがホースですね。しかもホースがさ、透明だからさ、うん、なんかちゃんと吸えてんのかも見えてよくない？確かに。このホースを取り外し可能らしい、うん、あ、これ自体も洗えるんだ。じゃそう、あ、ここの部分だね。ここでこうやってやると抜けるから簡単、簡単、うん、で、ここにスイッチがあって、うん、コンセントもすごい長いから、うん、これもう普通に戸建ての人とかだったら延長コード引っ張らなくて も家から引っ張れるかもしれない、このまま。そうやな、コンセント長いに越したことないもんね。まあ確かに、このタンクが大容量かつ口が広いから、うん、まあ、掃除とか、まあ、水も入れやすいっていう。なるほど、ね、開けてみてください。おあ、なるほどね。確かに、こっちが汚い方の水はこんな感じになって、うん、なるほどね。へえ、確かに掃除はめちゃくちゃしやすそうやな、うん、そうだね。中のこういうフィルターとかも簡単に取れるから、うん、簡単に掃除もできていいと思います。はい、見た目がめちゃめちゃスタイリッシュ。そうよな。いいな、持ち手付き。なるほどね。へえ、めっちゃいい。便利。ちゃんとね、このコードの収納がついてるとこもいいよな、これで。こういうとこね、うん、ちゃんとくるくるできるのがいいよね。こんな感じに収納されます。で、コードもここのところにこうやってやって、うん、下に巻きつけてこんな感じ。めっちゃいいやん。え、すごくいい。収納もちゃんと考えられとってね、素晴らしい。いい感じです。うん、ではですね、使い方です。海外メーカーではあるんですけど、日本語説明がちゃんとした日本語でなっております。安心ですね。安心。使用方法は、まずですね、こっちの綺麗な水ね、うん、のタンクに水を入れます。で、本体から取り外して蓋を取って、このマックス位置まで入れることができると。はい、お水入れてきました。マックス位置までね。はい、じゃあ次は電源を入れる、うん、コンセントに差し込んでいきます。はい、じゃあ差します。はい、次はこの後ろのスイッチをオンにする。ピーって言った。電源ボタンを押すと、うん、吸引が始まる。もう一回押すと動作が停止する。この電源ボタンを押せばいいんじゃない？あ、こっちか。うん、あ、すごい。タッチパネルだ。お、やめて。すごい。なるほど。で、これで吸引ね、うん、で、モードとかも選べる。へえ。なるほど、なるほど。加熱式ってことは、加熱ボタンを押すとここだね、この下のボタン、
水温ってところ、うん、ここを押すと40度に加熱が始まるんだって。結構あったかいね。でもう一度押すと60度まで加熱し始める。だいぶ熱いな。汚れがしっかり取れそうですね。うん、あったかい方が汚れは取れるからね、うん、でしかも設定したら10秒から15秒ほどで加熱が完了なんだって。すごくない？やば、早ということでまずはですねフロアマットをやってみたいと思うんですけど、うん、まずノズルをねこのままじゃなくアタッチメントをつけてみたいと思います。はい、はい、じゃあアタッチメント今3つあるんだけどこんな感じでね、うんうん、これが多機能ブラシヘッド、うん、これね、うん、でこっちこの大きいのが大型ブラシヘッド、うん、こんな感じね。でこれがですね蓋閉まって何に使うのって思ったら、うん、これはセルフクリーニングヘッドと言います。もう何をするようだ。これはね、うん、まずここの部分に装着します、うん、そしたら電源が入ってる時にホース内をきれいにするやつなんだって。でここを押し続けるって書いてある。ホース洗浄みたいなとことか。そう、多分ここの中がさ汚いのを吸ったまんまだと汚いまんまだから、うん、ここに残ってるね綺麗な水で、うん、吸うんじゃなくてこのまんま循環させる、ね、循環させるみたいな感じじゃないかな。最後にそれもやってみたいなと思います。はい、じゃまずはこっちの大型ブラシヘッドをつけて、うん、あすごいここが取れるから掃除も楽だね、うん、ヘッドの、うん、ヘッドはねここのところにこっちがあるので、はい、こっちにもね穴があります。それを合わせてやるとパチッとはまるね。なるほどね。じゃあまずは汚れの確認、はい、これね使うのがコペンの運転席助手席のフロアマット。もうここがもう見るからに汚い。今これ使ってるのウェットティッシュ、うん、バー汚い。ちょっとこすっただけでこれやばいな。じゃあ助手席あんま乗ってないんですけど、はい、人はこっち側にね、うん、だとしても汚れてるね。でこうやってこするだけでも色変わるぐらい汚いし、うん、これでいいじゃんって思うけどこんなもんじゃなくきっと取れるんで、はい、ちょっと期待大です。やっていきますよ。お願いします。この電源を入れると吸引が始まるんだけどモードが選べてここのねモードってところを押すと強力になるのともう一回押すと標準になるっていう2パターン選べます。はい、それとさっき説明したここのボタンで加熱するっていうのが選べます。先に水温を確認していきたいと思います。でここのボタンを押すと噴射するんだって。いきますよ。おお見えるかな。なんか結構細かいね。結構ミスト的。もうここが分かるかな。音聞こえるかな。あ、知ってる。で水はここから出てます。暖かくなった。おお。今40度かな。今40度ぐらいですね。じゃあ早速いきますよ。ノズルを汚れた箇所に向けて噴出ボタンを引いて水をシャンプーします。そしたらこの吸い込み口を汚れに軽く押し付けながらハンドツールを手前にこういう感じだね、うん、で汚れがひどい場合はブラシでしっかりこうやってやって、磨いて吸引すると。じゃあまずこの辺からいきまーす。あー水すごい。これすごい。吸引してますよ。すごいじゃん。取れてんの。ほんまや、茶色い水がね、はい、こうやってやりながらこともできるけど止めて何回もこうやって吸引すれば水分もなくなっていくんで調整はそこでやりながら。水がなくなったことも見てわかるもんな。ね、じゃあこの辺ちょっと汚れがきついんで、うん、ゴシゴシしながらやりたいと思います。はい、おー水が茶色い。色が全然違うやん。すごい。
私は濡れとるからっていう部分はあるかもしれんけど、でも色は全然違う。まあ、若干まだ湿ってるけど、でもびちょびちょって感じでもないから、うん、え、すごいわ。めっちゃ綺麗になってる。なんか差がすごいわかる。ムラムラです今ね。今ねこれはちゃんと綺麗にせんと。ほんと。じゃあちょっと全体的にやっていきます。はい。こんな感じ。めっちゃ綺麗になっとる。全然違いますよこれ。まだ湿ってる感じはするけど、うん、もうちょっとね念入りにすればいいんじゃないかなと思います。まあ一応ね、ちょっと1日乾かす時間があればいいのかな。まあ余計いいのかなと思います、うん、でもなんかもう全然色が違う。ちょっとねそもそもね、うん、すごいわ。すごいね。でもやっててなんかこの汚れが見えるのか、すごいやる気をこうねモリモリ出てくるよね。綺麗になってる実感が出るというかね、うん、見てわかるのはやっぱいいよね、うん、はい、綺麗になりました。時間もやりましたよ。超綺麗。新車みたいやもんね、うん、ではさっきと同じようにウェットティッシュでどのくらい汚いのか綺麗になったのか確認します、はい、まずは運転席の方、うん、おお。まだ若干残ってるけど、うん、さっきと全然違う。違うね。じゃあ助手席。はい。おお。さっきと全然違う。まあ、繰り返しもっとやればもっともっと汚れが引いてくんじゃない。まあこれはね本当認識的にも古いし奥深く汚れが染みついとるだろうからね、うん、そうだね。で若干やってもやっても湿ってる感はあるんだけど、それはもうこんだけ吸えばもう天日干しですぐに乾くレベルになります、うん、いやめちゃめちゃいいよこれ。でこっちに今汚れた水が溜まってると思うんですが、はい、おうわっ来たあ、これわかるかな。これね、タンクも黒いからね。めっちゃ黒いよ。でも想像以上に吸い上げられると水よりも汚く感じる。わお、すごいわ。やばい、衝撃です。でも思ったより簡単に綺麗になるから、うん、簡単だね。いいね、うん、よし。ではシートをやる前にですね、もう散々汚したこの水、うん、どんだけ汚いのかね、うん、今こっちが綺麗なお水、はい、入ってます。ではこっち、うん、いきますよ。うおー、やばいって。こんな感じ。やばいって。うわ、ゴミも入ってる。ほんまや、有物だ。めっちゃ汚な、ね、すごい。なんかもう黒通り越して緑みたいな通り越しておかしいコケモンみたいになってるよ。めっちゃ汚い。こんなに綺麗だったお水がこんなにまで汚れました。やばいね。だからこんだけ汚れが取れてるってことだよね。うん、これはすごい。すごい。目に見えてわかる。シート怖いですけど。さすがにここまではならんと思うよ。本当に？うん。じゃあちょっとやっていきましょう。はい。では今度はヘッドをちっちゃい方に変えて、先のブラシヘッドの方に変えてやっていきます。お願いします。うわー、怖っ。やっぱり濡らすのちょっと勇気いるな。そうなんだよね。でもこの車オープンカーなんで天日干し簡単です。確かに。まずここの部分から行こうか。はい、水がね汚れてるよ。本当。うん。まあ、ざっくりやってからまた吸い取ります。うわ、すごい。茶色くない？茶色い。やばいかも。思ってるよりも汚いぞ、これ。いや、やっぱこうなんだろう、こすれたりする場所がやっぱ汚れが強いと思う。こういうところ。うん、めちゃめちゃ気持ちいいし、これ。ずっとやってたい。助手席の部分だけやったんですけど、見てこのヘッドのところがめっちゃ砂、なんだろうこの汚れ。やば、ほんまや、汚れとる。これを外すとわあ、こんな感じで。ほんまや、泥なのかな、砂なのかな。ここら辺とかやばいよ、砂っぽいけどな、ね、助手席でこれやからさ、運転席怖っじゃあ本命の運転席、はい、で次は60度に設定しました。さあ、もっと汚れ取れるんじゃない。じゃあここ汚す、うん、きますよ。はい、
やばいって。やばいって。どうした？やばい。こすりたいろい。やばい。私コーヒーでもこぼしたんかな。違うね。これはもう長年の汚れだわ。やば。うわうわ。これはすごい。これはすごい。これすごい。うわ。汚い。うわ。うわ。うわ。サイドやばいわ。ちょっとここ行くよ。おお。これはめっちゃ気持ちよくなるやつやね。じゃあこの辺とかも汚いんじゃない？やばいかも。おー、茶色い水が。ではシートの汚れチェック。まずこっちね、綺麗なお水ね。はい、綺麗なお水になります。うわ、待って、ちょっと待って、やばいって。あんなうわ、しかもこっち見てわかるかな、砂利みたいなのがそこのところに。あ、ほんまやな。やばいっすね、これは。シートの方が汚かったというね。これに今まで乗っとったんですよ。うわ、いや、これでね、また綺麗に乗れるということで。うわ、汚い。これはすごい。これはすごい。じゃあ最後にこれを使い終わったらやっぱ汚くなっちゃうので、うん、綺麗にしていきます、はい、で最初に説明したこれセルフクリーニングのヘッドを使って綺麗にするんですけど、そのやり方、はい、電源を入れたままホース内が綺麗になるまで噴水ボタンを押し続けてホースを洗浄してください。なるほど、うん、見てホースがさ、確かにさ汚いの。ほんまや、チャリチャリしてて汚くなってるんで、うん、じゃあ電源まず入れます、はい、そうするとここね、ここのところが噴水ボタンなんで押します。おお、おお、汚れが流れていった。あ、そうだね、左右傾けながら、はい、こんな感じでセルフクリーニングします。で、まだまだホースの汚れが気になるっていう場合はここのね、ところを外してもらって、これでもうそのまんま洗うこともできるので、ジャバジャバね。めっちゃ清潔に保てるし、良くないこれね。あとはタンクとブラシもね、うん、簡単に手入れができるので、ちょっとそれもカバーを外して洗えます。丸洗い可能、うん、でタンクもしっかり開くので、うん、こっちはもっとね、お、見てホースの汚れ、まよ、もうこれシートの全部出した後だったんで、これをもうホース内の汚れですね。え、汚いこんな風に取れるということで素晴らしい、はい、これはちょっとね、一家に一台あっていいんじゃないかと私は思います。まあ、車だけじゃなくて家の中にも使えるしね。うん、やっぱ丸洗いできないけど水洗いしたいものって結構あると思うんですよ、うん、なのでそういう時にすごく便利。しかも水だけじゃなくて加熱式なので40度、60度で高温で洗えるっていうのがめちゃめちゃポイントですね。ちなみにね、これね、この今コードつないどるやん、はい、コードレスの製品もあるんだって。お、それはいいね。そう、それは充電でやるんやけど、まあ加熱ができないんだけど、うん、用途によってはそっちの方がいいっていう人も多いと思うので、マンション住まいの方は家からね、コードを引っ張ってくることできんからいいと思う。そっちも自分の好きな方を選んでもらえればなと思います。はい、じゃあ気になる商品の購入先は概要欄にリンクを貼ってますので、ぜひチェックしてみてください。お願いします。じゃあ次回の動画もお楽しみに。